はい、皆さんこんにちは、三上和です。はい、今日はですね、なんとなんと私の大好きな毎日愛用しているマスカラ、ミルクタッチさんから新しいマスカラが出たみたいです。じゃーん、こちら、ミルクタッチボリューム&カールマスカラ。今までのね、こちらはロングタイプだったんですよね。こっち私が愛用してたこのキラキラなんですけど、最近新しくこのパッケージがマットカラーになったボリューム&カールマスカラが発売されたみたいです。もうあのミルクタッチさんには本当にお世話になっていて、私はもうこれ普通にあの自分で買ってるんですけど、こちら新商品ができたということで、こちらは新しくいただきました。なのでこちらをちょっと両方をつけてレビューしたいなと思います。右と左で変えてつけていきたいと思います。結構私のファンの方も私のこの動画とかを見てミルクタッチのマスカラ使ってくださってる方も多いみたいなので、ちょっと私がね特攻隊になって、どちらがいいのかとか、どういうところがこっちの方がいいとか、いろいろレビューしたいと思います。とりあえず右左で塗っていきます。今私ほぼすっぴんなので、すっぴんにあのまつげだけね、とりあえず塗っていきます。いつも通りロングタイプの方を左、そしてボリュームタイプを右塗っていきますね。じゃあいつもと同じ方法で塗っていきたいので、下地はエレガンスのカールラッシュフィクサー、まあ、こちらも大好きで、私はもうこれとこれがもう最強の組み合わせだと思っていますので、今のところねこれをとりあえず塗ります。これがないとね、まずは下地も大事なので、こんな感じでちゃんと塗ったら、ロングタイプの、昔からある方ですね、ロングバージョンを塗っていきます。オールデイロング&キュールマスカラ、もうこれは安定なんで、私の中で。私今さ、まつげがさ切れちゃってる部分があって、切れちゃっている部分があるんですけども、まあいつも通り最強の仕上がりでございます。こんな感じですね。私がこのマスカラの好きな部分っていうのが、液がねたっぷりつくのと、液にツヤがあってまつげがこうカサカサにならないっていうのが好きなんですね。こんな感じですね。今ちなみにまつげパーマをしております。こんな感じ、まあ、安定の良さ、まあ、私これを今日はどちらかというと皆さんに紹介したいので、楽しみに使いたいと思います。ロングタイプの良さはもういろんな動画で語っているので、ちょっとそんなにね、もうそちらの動画でいろいろ愛は伝わっていることでしょうとは思うんですけど、まあ、ツヤ感があって伸びる、あと液がたっぷりつくところが私的には好きです。でもその私のファンの方でも、液が乾きづらいからどうしてますかみたいな、まぶたについちゃいますっていう意見もありました。私は今のところそういう悩みはなかったんですけど、まあ、そういう意見とかを考えていろいろ試作してボリューム&カールマスカラはできたみたいなので、そういう欠点がなくなっているみたいではあります。では塗っていきます。確かに全然でも使用感は違いますね。こちらの方が確かに液が乾きやすそうで、塗った瞬間からあんまりもうペタペタしない感じがします。でまつげ一本一本にボリュームが出てる感じがする。こうやって塗れば塗るほどボリュームが出る感じで、もダマにはなりづらいですね。ミルクタッチのマスカラはダマになりづらいところがすごく良くて、あ、分かりやすいんじゃない、ほらこっちの方がボリューム出てるの分かりますか、バサッてした。こっちの方がなんかこう一本一本が長い感じで、こっちがボリューム感が強いで、こっちの方があのブラシが細くて塗りやすい、あと曲がってないですね。これがロングタイプの方のブラシ
で、こちらが新しい方のボリュームタイプ、こんな感じです。私が入れた、はい、ちょっとピントがかなり細くなってますね。こちらの方がギザギザも繊細になってるから、こっちの方が多分塗りやすいのかな。私はロングタイプのすごい良さもたくさんあると思うんですけど、ボリュームタイプもめちゃくちゃいいと思います。しかもこの塗った感じ、こうお人形さんみたいなドリーなバサッてしたまつげになれるので、本当 TPO で使い分けれるかなと思いました。こっちがロングタイプ、こっちがボリュームタイプです。ミルクタッチ使ってる方って結構ロングは嬉しいけどボリュームも欲しいっていう方結構いたと思うので、ボリュームタイプが出て嬉しい方もたくさんいるんじゃないかなと思います。私はね、使い分けたいなって思いました。めっちゃいいね、こっちめっちゃ良くない？めっちゃいい。てかなんかまつげの状態がちょっとこっちよりこっちの方がいいっていうのがなんかね、左右差がちょっとだけ申し訳ないんだけど、でもなんか均等にボリュームが出た感じがすごくしますね。ミルクタッチさん、いつもありがとうございます。私のまつげはこのマスカラでできております。いつもなんかずっとデパコスのランコムとかのマスカラを昔は使ってたんですけど、こちらに出会ってからはもう浮気せず一筋ですね。本当になんかマスカラってあんまりこう変えたりしないと思うんですけど、これがまあいいなってぐらいじゃなくて、私的にこれはもう超いいな、もうこれ以外つけたくないなって今の気持ちとしては、本当にこれを超えてくるマスカラが欲しいっていうぐらいなんですけど、もう大好きなマスカラなのでこれからも愛用していきたいと思います。なんかもうね、これ PR みたいになってるけど、まあ、今回はあのちゃんとねこれのお品をいただいて紹介させていただきたいという気持ちなんですけど、いつもは毎日使ってるものだから紹介したくてしてるというよりは、毎日のそのゲットレディウィズミーとか撮るときには欠かせないものになっております。下まつげも塗っていきます。下まつげはまつげ下地をつけずに、下まつげはこっちをつけた方がいいとかもありそうじゃない？なんか私的に思うのはボリュームタイプ下まつげにすごく最適な気がするんだよね。細いし塗りやすそう。あとは下まつげは上まつげよりもボリュームが少ないからボリュームを出してあげたいっていう、ちょっと下まつげは慎重なのであんまり喋れません。鼻の下が伸びます。なんかすごい差が出た。こんな感じです。ロングタイプボリュームタイプ、ロングタイプの方が伸びるからちょっとだけこう なんだろう、ひじきっぽい感じになっちゃったんだけど、でもこっちボリュームタイプは綺麗にこうまつげがササササってなりました。すごい塗りやすかった。ボリュームタイプの方が下まつげはいいかもしれないですね。めっちゃ綺麗じゃない？こっちの目が今。こっちはね、すごいバサバサとしてロングって感じ。ツヤ感とかが私は好きなので、こっちも大好きです。大好きです。大好きです。はい、こんな感じです。ボリュームタイプ、ロングタイプ。はい、ということで、じゃあ一回落として、今日のメイクをしていきたいと思います。じゃあちょっと落としてきます。はい、今ベースまでやりました。ちょっとねベースをはしょらないと長い動画になってしまうので、ベースはでもいつも通りなので普段のメイク動画を見ていただければ一緒の工程をしております。で、眉毛からやっていきます。私が最近ハマっている眉毛のカラーがあって、ケイトデザイニングアイブロウの限定カラー EX6 番、この赤みがかった茶色、赤茶の眉にハマってます。でもね、最近髪を染めたのでどうかなって感じなんだけど、とりあえず塗ります。あと眉毛サロンに今日行ってきたばっかだから、めちゃくちゃ眉毛が綺麗で描きやすいです。眉毛描けました。ちょっと赤みが強いですね。ファンの方からいただいたアイパレット使います。アディクションのザアイシャドウパレット005番。いや、私アディクションのパレット初めて使います。この色かわいい。見て、ブルベでもイエベでもいけそうな、このカラー使います。全体的にラメが入ってますね、このアイシャドウ。かわいい。あ、私の好きなピンクだこれ。
こんな感じ。可愛くない？めっちゃめちゃ可愛い。イエベ春大優勝。イエベ春って診断されたから、ファンの方ももしかしたら選びやすかったですよね、きっと。プレゼントとか、最近誕生日があってすごいコスメのプレゼントいっぱいあったんだけど、なんかイエベ春に似合うものを選んでくれたのかなってものがすごく多くて、診断した方がこう皆さんも選びやすいのかなって思いました。本当にありがとうございます。使わせていただいております。下まぶたも塗っていきます。鏡なしのノールックで塗ってる。はい、こんな感じです。ほんでチップ使います。この付属のチップで、ここのブラウンで二重幅に塗ります。今日はちなみに相澤エミリちゃんと R ちゃんと今から会うんですね。なので、メイクしております。エミリちゃんと会うの超久々で楽しみ。私たちがお誕生日が8月だったので、うちな姉貴はお誕生日お祝いさせてくださいって言ってくれて嬉しいです。毎日お誕生日お祝いしてもらえて本当に幸せ。ありがたいですね。なんかこれももらったから使ってみたいなって思ったんだけど、見て、コスメデコルテのアイシャドウなんだけど、下に YOUR816 って書いてあるの。すごくない？こんな刻印サービスあるの？ちなみにこれはアイグロウジェムアイカラー BE387 というカラーです。これね、なんかちょっとジェルっぽい感じになってて、のせてみます。わかる？ちょっとつやめきがこっち、かわいい。ありがとうございます。プレゼントも使わせていただきます。もうちょっとピンクを足しとこう。足して最後にこのラメいっちゃいます。わっ、かわいい。これすごいギラギラ系、かわいい。ちょっと中央部分だけ塗りました。こんな感じ。はい、アイメイクほぼ完成。そしてマスカラを塗っていきます。さっき紹介したミルクタッチのマスカラ、私今日はボリュームタイプを使っていこうと思います。やっぱ華やかなメイクにしたので、まつげもボリュームをつけたいです。結構キラキラのメイク。じゃあ下地塗ります。エレガンスのマスカラ下地を塗って、ボリュームタイプのミルクタッチの新作のマスカラ塗ります。てかさ、この画角さ、インターホンとダイソン見えてマジやだ。映えなすぎじゃない？引っ越す前が後ろがあのベッドだったから、ちょっと可愛かったんだけど、可愛くなくなっちゃったんだ。可愛いです。これ塗れば塗るほどボリュームが出るから、自分のいいとこで止めたら自分の好きなまつげになると思います。私はこれぐらいにしておきます。で、右も塗ります。下地塗ります。よし。ミルクタッチのマスカラ使ってる人めっちゃ多いよね。動画見てても本当によく出てくる。めちゃいいんだよね。ファンの方がよく私にプレゼントでくださいます。これもだからストックがめっちゃあるの。ありがとうございます。マスカラの替え時ってよくわかんないよね。カスカスってなってきたら最強。最強、最強まつげ。いや、マジ最強。今まつげがいい感じ。こっちのまつげがさ、いい感じすぎない？かわいい。このメイクキラキラで、かわいい。ギャル。ちょっと涙袋描きますね。ピアーだっけ、ピアーの12番。これ涙袋コンシーラーみたいな。なんかさ、何言おうとしたんだっけ今。今前髪上げてるじゃん。なんか私前髪上げるとさ、なんか中学生ヤンキーみたいに なってない今。中学生の時こういう髪型してたんだけど、これにスウェット着てキティッパ履いてた。マジマジって感じだったの、その時代は。ほんでちょっと、あの今涙袋ライナーした上にこのピンクもちょっと足します。で、涙袋の影を、眉毛ブラシを最近使ってんの、このマックの。こんな感じでね、綺麗な涙袋できました。下まつげにマスカラ塗っていきます。下まつげもボリュームタイプを使
使います。ボリュームタイプマジで塗りやすいね。細くてなんかさ、まつげが私はすごくこう長さがあるタイプなんだけど、長さがあるとさ、あるでさ、たまにこうやって塗ってる時にさ、ピタッとついちゃうじゃん、下に。それがだるいんだけど、アプリケーター小さいとかなり塗りやすいです。で、縦にもこうやって塗れるね。こうやっていい感じ、まつげ。まつげでメイクって私は決まると思っているので、はい、できました。かわいいまつげ、いい感じ、いい感じ。これもらったんだけど、これも塗りたいと思っています。ジル・スチュアートのアイダイヤモンドグリーマー01番。これね、手にのせたらめっちゃ可愛くて、これもファンの方からいただきました。ありがとう、ユワーズバイチキ。あ、これめっちゃ可愛いし、塗りやすい。見て、可愛い、可愛くない？これみんなこれの存在知ってたの？私は知らなかった。ちょっと可愛いから上にも塗っちゃおう。なんかさ、女子と会う時ってこうギラギラにしてもさ、なんか男の人の前だとなんかちょっとナチュラルメイクの方がいいのかなって思うけど、女の子の前だったらギラギラで可愛くしてもいいよね。今日はファンの方にもらったもので、なんか結構あのメイクしてんだけど全部可愛い。これももらったから使おうかなと思って、ジバンシーのチークなのかな、これフェイスカラーハイライターって書いてある。プリズムリーブルハイライター、フェイス&ボディカラー。めっちゃ可愛くない？ここちょっとこれをベースに私は塗ろうかなと思って、ちょっとツヤ感が出ますね。これあれで、こちらのアディクションのフェイスカラー004番、かなり青みピンク、これも塗ります。これだけだとちょっと青み強いから、バランス見て、いつも使ってるラカのジャストチーク05番、こういうベージュっぽいピンク、ちょっとベージュが入ったピンクを最後に。 OK、 かわいい。このメイク最強。今日使ったやつ全部かわいい。で、アイライナー引きます。目尻にビーアイドルのペンシルアイライナー01番。これちょっと長めに目尻に引きました。このくの字のところの下の部分も引きます。ここで、はい、カードが満帆になって買えました。私29歳になったんだよ。さあ、よくピアン。しかもさ、この間インスタにね、ひめかちゃんにもらったグッチの T シャツを着てるね、コーディネートあげたんですよ。なんかミニスカートみたいな、まあ、ザラのショーパンなんだけど、と合わせてて、それがなんかネットニュースになって、なんか29歳で なんか生足披露みたいな、まあ悪く書いてる基地じゃなかったんだけど、それを引用して29歳でこれはきついだろとか書いてある。ツイッター見つけましたよ。私は別にさ、年齢とか関係ないじゃん。ファッションは別にさ、29歳になったら足出しちゃいけないんですかとか言って見てるくせに。はい、ということで、ファッションは自由ですので、皆さん好きなファッションを、年齢重ねても好きなファッションをしていきましょう。私もしていきます。で、今アイライナーが引けました。で、最後ハイライトしていきます。ハイライトもいただいて、それ使いたいっていう、これチークなのかな、ハイライトなのかな。ローラメルシェのブラッシュカラーインフュージョンっていう R1 って書いてあるんだけど、これチークにちょっと重ねよう。かわいい、ベールがかかったみたいなピンクになる。これは、ハイライトではなかったです。こっち使います。今日はゴールドの気分だから、ここをいっぱい塗る。最近ここに結構強めにハイライトするのがお気に入り。と、ハイライトと言えば、ヨールのこちらのハイライト、フォーエバークチュールミナイザーのピンクグローですね。ほぼなんかあんま鏡見ずにカメラに向かってメイクしてるから大丈夫かな。 OK、 シェーディングをしよう。こちらトゥークールフォースクール、バイモモバイロダンモダンっていうカラーです。バイロダンのモダン、ここに入れて、小鼻も入れます。こ
で OK でしょう。これってさ、チークなの？リップなの？なんかこれももらったの。これ可愛いから、リップなのかチークなのか分からんけど、リップ&チークだって。ちょっとマットな感じだ。可愛いね、このリップ。できました。はい、髪もちょっと暗くなったんですよ。こんな感じでメイクできました。今日のポイントはやっぱりボリュームまつげですね。ちょっとドーリーな感じになりました。メイクもピンクっぽくして、女の子らしい可愛いメイクにしました。はい、着替えました。そして今バランス見てリップ塗りました。ちょっとだけ足した、アミューズのデューティントかな、これ。アミューズの12番、ちょっと大人っぽくなりましたね。今日はストレートヘアにベージュのちょっとヌーディーなレースのお洋服なので、ちょっと大人っぽく。そして前髪はシースルーにしました。髪の毛はストレートです。珍しいね、ストレート。こういうメイクもいかがですか。はい、髪暗くなったからちょっと大人っぽくなりました。では女子会に行ってきます。バイバーイ。